ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。武蔵野線の、電車をね一通り撮ってきましたんで、はい、動画にまとめました。浅香台駅にいます。まあ、これからね、府中本町駅まで行ってみたいと思います。府中本町駅に到着しました。はい、これねもう別の日なんですね。天気が違うし、あとこれ朝ですよね。なんでちょっとね別の日に撮ってます。これが武蔵野線です。なんかね駅の上を道路が渡ってるんですよ。左側に高架橋みたいなの見えますよね。そこが車ですね。で車がね線路を越えて走っていくんですね。不思議な構造をしている駅です。府中本町駅からちょっとね、駅から出てそれで近くの路線橋にやってきました。このね路線橋はくるくるね曲がりながら登る路線橋なんですね。そこからね武蔵野線を眺めてます。こういうところからね眺めるのもいいですね。反対側からはね、武蔵野線の209系というのが来ましたね。前面がね白色が209系で古いんですね。でシルバーの方が新しいみたいですね。秋津駅の205系ですね。ちょっとね秋津に用事があった時に行って撮った、動画になってます。はい、夜ですね。武蔵野線つながりで、武蔵野南線、武蔰野貨物線と呼ばれてるねところの、そこをね走るブルーサンダーですね。これも撮ってみました。多分長野の方に持っていったタンクの空タンクを多分、東京湾の方にね持ち帰ってるんだと思います。結構長くつながってますね。E231 に当たるね確率が高くて、ちょっとねシルバーの前面がシルバーのやつばっかりなんですけど、はい、結構ね夜もねなんか近くでステンレス の電車を見るとねキラキラしてかっこいいですね。
ょうどね貨物が走っていったんで、撮ってます。貨物のね時刻がいつ走るのかちょっとよくわかんないんでちょっとね困るんですよねたまたまね撮れましたね。ご視聴ありがとうございました。最後に写真が2枚あります。この写真は私がね子供の頃に撮った写真ですね。こんな電車が走ってたんですね。ということでご視聴ありがとうございました。